どうも、速稼塾の久保です。今日は日曜日の夜なんですけども、ちょっと相場解説をしていきましょうか。明日からを占うんですけども、まず一つ注目する点は、こちらの、こちらの N ですね。N をちょっと注目してみましょうか。上からぐーっと落ちてきて、調整が入って、さらに同じ距離ぐらい落ちていったということですよね。そこから、レンジに入りましたということでしたね。で、注目するべき点の二つ目ってのはここです。ここに当たると上に上がるんだよってことだったんですけども、まんまとそのようになってここが取れました。で、こちらの大きなのは、ここのブレイクも入るんですけども、ちょっと私は取れませんでした、これは。ここを取る力はないですね。で、こちらまで伸びていった後、ぐっと落ちてるんですけども、ここでもう一回私は N が来るんではないかなと思ってますよね。もうちょっと上がったところで、ぐいっと落ちるみたいなことがあるんではなかろうかと思っています。まあ、こういうふうに軽くですね、相場解説をしながら明日の朝を迎えて、また同じように解説したときに、今の時点と明日の朝の時点で、当然相場解説ってのは変わってくる可能性が大きいんですよね。そこに気づくことも一つのカリキュラムになってきます。そうですね。今日は日曜日ですんで、相場動いてないですけども、明日から展開に、本当にね、ドキドキワクワクですよ。明日からも勝ちまくりますからね。それでは失礼します。おやすみなさい。